カノンさん、今はお暇ですか？道具を洗って片付けたら大階段の掃除をするつもりですが、何か？あれはベアトリーチェ様だったんでしょうかね。カノンさんには似たような経験は？僕は深夜勤の見回りの時、黄金の蝶を見たことがあります。黄金の蝶？ベアトリーチェ様が現れる時に先触れとして飛ぶとかいう。古い使用人たちの間では、黄金の蝶はベアトリーチェ様の現れる先触れである、そしてその後を追えばベアトリーチェ様に出会えるだろうと言われていますが、その後を追ってはならないとも言われています。だからカノンさんは後を追わなかった？はい、それはベアトリーチェ様に対し不敬に当たりますので。ああ、その後を追った使用人が確か大怪我をして辞めたんでしたっけ？そう聞いています。ベアトリーチェ様は敬う者には寛大ですが、それを欠く者には残酷だそうですので。貴重な時間を失礼しましたね。多分あれは私の見間違いだったのでしょう。多分奥様かお嬢様が寝巻き姿で歩かれたのを見て勘違いしてしまったのでしょう。奥様やお嬢様がそのような姿で廊下に出られることは断じてありません。しかし私は姿を見ました。白いネグリジェを着た女性のようなイメージだった。奥様とお嬢様の寝巻きにそのようなものは聞いていません。うん。郷田さん、悪いことは言いません。
ベアトリーチェ様を冒涜するような行為は慎まれた方が身のためかと思います。まさかまさか、そんなつもりはありませんよ。僕も以前ベアトリーチェ様の存在を疑ったことがあります。え？カノンさんが？はい、今ゴーダさんが持っている感情と同じです。古い使用人たちが敬え敬えと繰り返す謎の魔女の存在に疑問を感じたことがあります。もしその正体があるならば暴いてやろうとさえ。そのカノンさんがなぜ信じることに？魔女にしかできない奇跡を見せられたからです。いえ、奇跡じゃない、あれは警告でした。その存在を疑い冒涜する僕にベアトリーチェ様が警告されたのです。その話聞いてもいいですか？そんなバカなことが。カノンさんが鍵をずっと持っていたなら園芸倉庫は密室ではありませんか。誰にも倉庫内をめちゃくちゃにしてそんなおかしな図形を描けたわけもない。僕も当時は信じられませんでした。シャッターを開き、まるで竜巻が通り過ぎた後のような倉庫内がそこにあり、不気味な魔法陣が描かれていた時の衝撃は今も忘れられません。確かにそんなことがあったら薄気味悪くて仕方ない。しかしこうは考えられませんか？それがあなたを驚かすための手の込んだいたずらだという可能性も。いたずら？ええ、そうです。あなたはお若い。他の使用人たちにからかわれてそういういたずらをされたのでは？でも鍵は僕が持っていた。あの晩に限ってだけは誰も倉庫に入れたわけもない。カノンさんがご存じないだけで、もう一つスペアキーがあるということもあるんじゃないですか？いいえ、ないはずです。それを言い切れますか？カノンさんはスペアキーはないと信じてる。しかしないは証明できない。実はカノンさんが知らないだけでスペアキーは存在するんじゃないでしょうか。そう考えればその不可解な密室事件は誰かのいたずらで説明できますよ。
大至急厨房まで来てほしい。急げ。これはどういうことですか？手伝ってほしい。私一人では手に負えない。こんなものを他の使用人たちに見せるわけにはいかない。今夜中に急いで片付けよう。そうですね。片付けましょう。誰がこんなことを。源氏さんはいつこれに気づいたんですか？見回りが終わって使用人室に戻ろうとしたら、厨房の扉が開けっぱなしになっているのに気づいてな。覗いたらこのざまだった。まさか泥棒？戸締まりは完全だった。それにこの六軒島に泥棒などわざわざ来るわけもない。じゃあ誰がこんなことを。それを詮索する必要はない。ゴーダはとにかく鍋を片付けるよう。私はこれを消す。とにかくこの落書きを他の者の目に触れさせるわけにはいかない。私カノンさんに聞いたんですが、前にも園芸倉庫でこんなことがあったとか。こういうことはそのよくあるんですか？カノンめ、あれほど口外してはならないと。すみません。彼のことは叱らないでください。私が無理に聞き出したんです。それより教えてください。こういうことはその前にもよくあったんですか？時にな。よくあるいたずらだ。いたずらって
一体誰が。だって今日は私と源氏さんしかいないんですよ。他に誰がいると言うんです。もちろん私じゃない。じゃあ源氏さんがこれを。そんなわけだってあるはずがない。じゃあこれはどういうことなんです。誰の仕業なんです。それを無理に考えようとしてはならない。ただ黙って片付けるんだ。決して誰にも口外してはならないぞ。親方様はもちろん、旦那様にも奥様にも、もちろんお嬢様にも。カノンは後で罰しておく。二度と聞きませんから教えてください。じゃあ源氏さんはこれをベアトリーチェの仕業だというのですか。その名をむやみに口にするな。なぜです。その名をむやみに、そして呼びつけにする使用人はなぜか長く持たないから。ゴーダの料理の腕は特に奥様が高く評価されている。お前にやめられては困る。二度と迂闊には口にしませんから教えてください。これはベアトリーチェ様の仕業なのですか。私はそうだと思っている。過去の例ではより不可解な事件もあった。明らかに人間には不可能な形で。それはどのような。夜回りをしていた若い使用人が黄金の蝶を見てその後を追った。戸締まりがされた勝手口に行き着き見失い断念した。確か黄金の蝶を見ても後を追ってはならないということになってましたね。うん。そして後ろを振り返った時、そこの壁にはこれと同じような魔法陣が壁いっぱいに描かれていたのだ。え？じゃあその若い使用人が黄金の蝶を追って諦めて振り返ったらもうそこに描かれていたというのですか。壁に背を向けていたわずか数秒の間に。見過ごすような壁ではなかった。彼女は壁に最初何も描かれていなかったと強く証言している。そして勝手口が施錠されているのを確認し引き返そうと振り返った。わずか数秒の間だったそうだ。まさかご冗談を。そんなのその使用人たちの冗談では。連絡を受けて私もそれを消すのを手伝った。複雑な文様だった。わずか数秒で描けるものでは断じてない。そして見過ごすことも断じてないだろう。その使用人はその直後に高熱を出し入院して退職した。その後は郷里に帰ったらしい。連絡もつかない。そんなバカなことが。いや、それすらも高度ないたずらかもしれない。むしろその若い使用人がいたずらの犯人でそういうことにしてみんなをからかったとか。なるほど、そういう見方もできるかもしれない。もうおしゃべりはこれまでにしよう。だが私は絶対に人間では不可能なことを
自らの身をもって体験している。それは一体